こんにちは。イギリス在住会議通訳者発音改善コンサルタントの平松です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご聴取いただきましてありがとうございます。私ですね、ここのところ集中コースを運営しながらコースの教材を作ったりとか、そしてサロンの方はずっと活動しているので、サロンメンバーさんと発音のフィードバックをしたりとか、あとそれ以外のオールイングリッシュのアクティビティをしたりとかですね、結構忙しくさせていただいています。ありがとうございます。でですね、通訳のお仕事というのも結構こうリモートばっかりなんですけれどもね、入ってきていて、そちらの準備もありますし、当然当日にきちんとそこは対応しなければいけませんし、というような感じでですね、割とこう右手にも左手にも玉がいくつかあって、それをこうジャグリングしていくような感じになってきていて、なかなか私その辺が不器用なところがありまして、ポッドキャストの方もですね、毎週土曜日にお届けしているんですけれども、あれ今週はないのかなみたいな風に思われたりとかしているんではないかなと思います。ご心配をおかけしてしまってすみません。今日はちょっと皆さんに特にお話ししたいことがあって、私がですねすごくこう思うところがあるお話なんですよ。何かと言いますと、ほら英語の発音をとにかく良くしていきたいからっていうふうに思われる方多いんですよね。本当にね、そういう方が、いろんな方がこうご相談に来てくださって、本当に嬉しく思います。その度に自分の中にその悩みを落とし込んで、どうやってこれをこう解決していったらいいかな、どこから手をつけたらいいかなということをこう一緒に悩むわけなんですよね。私もそういった経験をさせていただきながら、いろいろと思うところがあるわけなんですよ。いろんな発見があるわけなんですけれども、私のところでまずコースを受けていただいて、それで今サロンの結構こうアクティブなメンバーさんをしてくれている人の中に通訳者が、何名かいらっしゃるんですよね。でその中のまた本当にね、すごくこう習慣づけが上手というか、毎日毎日どんなに仕事があったり他の用事があったりとかしても必ずこう練習をされる。それは通訳の練習もそうですし、そして発音の練習もこう一緒にこう通訳の練習の中に入れていったりとか、別でね発音の練習をされたりという方がいらっしゃるんですけれども、その方とお話をしていて、私が以前歌舞伎の18番の中にウイルウリの工場というのがあるんですけれども、それを使って滑舌練習とか、滑舌だけではないんですけれども、ウイルウリというといろんな意味で練習ができるんですね。発声とか、あとは表現ですね。私は役者さんではないので、そういった意味では演技をするわけではないんですけれども、それでもナレーションをしたりとかするときには、やはりその声の表現力っていうのが必要になってきますので、そこだけではないんですけれどもね、実は通訳のアウトプットにもすごくこれは関係あるんですが、なかなかそういうふうに思われる方いらっしゃらないんではないかなと思います。通訳するのになんで声の表現力なんていうふうに思われる方が多いのではないかなと思いますが、ところがどっこいなんですね、実は。で、この辺のお話をしていくとですね、すごく長くなってしまうのでお話を戻しますけれども、その、サロンメンバーさんで通訳者ですごくね、日々努力をしてらっしゃる方っていうのは、私がウイロウリを使ってるっていうふうに言ったので、どこかで探してきて、最近私ウイロウリの素材を使って練習をしてますっていうふうにおっしゃったんですよね。え?と思って、それ誰かに教えてもらいましたかって言ったら、いや教えてもらってないですっていう話から、ウイロウリの工場ってGoogle とかで調べていただくと出てきます。出てくるんですけれども、あれって読み方がちょっとね癖があるというか、さーっと文字通り読んだ感じじゃないんですよ。で、ちょっとポイントもあるので、日本語の
音にしていくときのここがポイントで、ここはこういう音になっていないといけないっていうあのものがあるんですね。で、私はもうずいぶん前になりますけれども、十何年前かな、20年にならないかなとは思いますが、おそらく17、8年前とかにお台場のキー局ですね、あちらでアナウンススクールがありまして、そちらにあの入門から上級までずっと何年かかけて、通ったんですけれど、その時に現役のアナウンサーの方とかアナウンスの、まあ、室長だった方とかだったと思うんですけれども、あーテレビの人だって感じですよね。そういったあの現役 のアナウンサーの方にこのウイロウリのこう音、それぞれのフレーズがどういう音でここ発せられるのかっていうのを教えていただいたんですよ。しかもそのスクールのレッスンの中で、あの1回とか2回じゃなかったですよ。もちろん5回も6回もかけてはなかったと思うんですけれども、何回か時間をかけてもうしっかりとその音ってこういう音なんだよっていうことを教えていただいたんですよね。なのでその方が私やってますっていうふうに言ってくださった時に、あの嬉しかったのと同時にえっと思ったので、お話をしたら、いやそれは教えてもらってないですっていうことで、教えてほしいですっていうお話だったんですよ。でそうなんだっていう話になって、じゃあいつかウイロウリの工場のこう読み方というかね、変な癖がつかないように、でしかもこういう毎日練習される方ですから、あこういう方向性で頑張って練習していったら綺麗な音が出せるようになるんだっていうことを、あの自信を持って練習していただけるように、じゃあそういうそこに特化したのセミナーをやれるといいですねなんて言ってたんですよ。そこからしばらく時間が経ちましてですね、私の友人に、20年来の友人なんですけれども、元 NHK アナウンサーの桑原のぞみさんという方がいらっしゃいまして、で彼女とはこういったあの日本語の音の話ですとか、英語の音の話ですとか、表現方法とかですね、そういったお話をすることが多いお友達なんですけれども、日本に帰ると会いますけれどもね。それであの今回セミナーの特別講師をお願いしたわけなんですが、その彼女とはまあ本当にね、7、8時間とかの長電話をする仲なんですね。でそんなにも長い間何の話をしているのっていうと、今お話ししたような日本語の音とか、あの英語の音とか、そういった話ばっかりしてるんですよね。その言い回しももちろんですよ。ですので、そのあ日本語とか英語とか、その言葉というものをアウトプットしていく時の話、いろんなこうエピソードがあったりとかするじゃないですか。この間こんなことがあってねとかっていうことを含めていくとですね、まあ、次から次へとそういう話がお互いに出てくるわけなんですね。ああその話だとね、ちょうどこんなことがっていう感じで、どんどんこう連想ゲームになっていくのもあって、本当にあの私の方でもですね、夕方からお話をしてたかと思うと、あのてっぺん回ってたりとかで、あののぞみちゃんの方もすごく迷惑な話だろうと思うんですけれどもね、あのまあ周りの人が呆れるぐらいにですね、きっとすごい時間帯まで電話をするというぐらい話が毎回盛り上がるわけなんですけれども、そういった長電話の中でも出てくることで本当に面白いことっていうのが、日本語と英語ですごく実は共通している意外なところがあったりとか、逆にこの辺はもしかしたら共通なんではないかなと思いながら話しているところが真逆というかね、まるで違っていたりとかするんですよ。意外なところが共通していて、もう同じという感じです。意外なところが共通だったり、意外なところがまるで違ったりとかするんですね。私たち2人の共通点っていうのは、やはり言葉を音でアウトプットするというお仕事をしているわけなんですね。それは私に関して言わせていただけば、通訳というお仕事はもちろんそうですし、あとはボイスオーバーであったりとか、こういった形で皆さんにそのポッドキャストですとか、まあ、あの今回は YouTube ではお届けしていないんですけれども、
まあ、映像もあるんですけれども音ですよねをアウトプットするという形で関わらせていただいてますよね。皆さんと非常にその考えさせられるところ面白いところっていうのがあるわけなんですね。なのでこの2人のいろいろな、まあ、ちょっと深い話ですよね。ですのでこうあまりこのあたりのことがわからない方がいきなり聞かれるとちょっと分かりにくいお話かもしれないんですが、この話の中でやはりその一人でも多くの方に知っていただいて生かしていただきたいなと思うことがありまして、今回セミナーをやるっていうことになったんですよね。それでどういったお話が出てくるかっていう話なんですけれども、そのもともとイベントというかセミナーをやってほしいっていうふうに言ってくれた通訳者のサロンメンバーさんなんですが、その方からは聞きやすいとか心地よい声っていうのはアナウンサーさんからするとどういう声のことを言うんだろうって思われるらしいんですよ。それはそうですよね。私もそうだろうなと思いますしね。そしてこういった聞きやすくて心地よい声ですよね、それを出すために気をつけているとか習慣にしていることって何ですかっていうお話、それから今回はウイロウリに特化して滑舌練習に生かしていくためのお話ですので、このウイロウリを素材として使うことのメリットっていうのをこうですよね、うん、であったりとか、まあその具体的な練習方法ですよね、目指すべき方向性であるとか、それから日本語と英語っていうところでは私が英語班っていうんでしょうか、英語の発音という、視点から今回入らせていただくので、もちろんウイロウリとかも私やってますのでそういったお話もしますけれども、その英語の発音とのその共通したポイントっていうのは大切なことっていうのは何なんだろうっていうふうにおっしゃっていて、あとはですね、通訳者というと結構ご存じない方が多いんではないかと思うんですが、通訳者は一人一人もう嫌というほどこれは実感していると思うんですけれども、話す量が多いんですね。通訳者は例えば英語話者と日本語話者の間に入るときに英語話者 と日本語話者が2人話すわけじゃないですか。で、そうすると英語話者側と日本語話者側っていうのが仮に半々で話したとしますね。その2人分を話さないといけないんですよね、通訳者って。なのですごく声を使うんです、倍喋るわけです。だからそこに話す人が3人とか5人とかいたら5人分話すんですよ、行ってこいで全部話します。なので話す量っていうのが半端ないんですね。となると何時間もずっと喉を使うことになりますから、あと5時間も6時間もぶっ続けで話すことって普通ないですよね。通訳のお仕事でなければあまりないわけですよね。こういうポッドキャストとかの番組でもそんな5時間も6時間も一人で話してるってことはあまりないと思うんですよ。なのでちょっと想像していただくと、そんなに長時間の間ずっと矢継ぎ早に話してるの？そうなんです、そういうお仕事なんですね、通訳って。なので話し続けていても疲れない話し方とか声の使い方であるとか喉を痛めない、だから話し続けていても喉を痛めないとか話し続けていても声を枯らさない工夫っていうのはあるんですかっていうことなんですね。このあたりとかをお話ししていきたいなというふうに思っています。あとは話したいことのその意図とかその気持ちを相手にきちんと伝えていくためのポイントっていうのはあるんですかっていうことなので、本当に多岐にわたっているんですけれども、このあたりについて少しセミナーの前にちょっとこうポッドキャストでお伝えしながら
もちろん深いところは時間をかけてじっくりとお話をしたいので、セミナーの当日にお話しすることになるかなとは思うんですけれども、はい、そういった形でこうポッドキャストをお聞きいただいている皆さんにも楽しんでいただけたらなというふうに思っています。でですね、セミナーの特別講師をしていただく桑原のぞみさんなんですけれども、いつもお忙しく、もうあっち行ったりこっち行ったりっていう感じで、時間帯もバラバラですしね、本当にお忙しく活躍されている方なんですけれども、きしくもまだコロナ禍ですので、ギリギリお時間が確保できる感じなんですね、今のタイミングであれば。なので何ヶ月か前から実はちょっとこの日を抑えておいてくれということでお願いをしまして、今回のこうコラボセミナーという形になっています。なので今やらないともうちょっと抑えられないと思うんですよ。結構この夏以降のお仕事がバンバン入ってきてらっしゃるようなので、もうちょっとこれがファースト&ラストチャンスっていう感じはしますね。はい、まあいずれにせよこう何回もやるっていう予定はもともとなかったので、もしかしたらそのセミナーという形ではなくって、実際に皆さんにそのウイロウリをやっていただいたりとかして、そこに対してそのフィードバックをしていくとかっていうワークショップスタイルのものはもしかしたらねやるかもしれないですけど、でもそれも本当に今ふわっと話しているだけであって、いつやるとかですね、やるのかやらないのかっていうところもちょっとね結構可能性が低い感じなんですよ、今の感じだと。ですのでこのセミナーのところでウイロウリの3つもこののぞみさんが練習されていて頭に全部入っているわけなんですけれども、そのお手本を聞かせていただくことになっています。なのでしっかりとそこの部分を見て聞いていただくと、はあ、ここってこういう音じゃないのねとか、あ、こういうところはこういう音になるように頑張らなきゃいけないんだっていうようなことがですね分かると思いますので、そういった機会っていうのはすごく珍しいので、ちょっと興味があるというか、滑舌良くしていきたい、もともと悪いわけではなくてもこういうことがあるんですよね。こう通訳のお仕事とかしていると、あ、今日あんまり調子が良くないなっていう時とかに、私の場合は滑舌練習とかをきちんとやっておくと、噛んでしまうはずのところでとか、スルスルっとこう英語ないしは日本語が出なさそうなところでも、これが効いてきてこう噛まずに済んだりとか、スルッとこう言葉が出てきたりすることがあるので、底力としてやはり役に立ってくれるということがあるなっていうふうに思います。そうなるとですね、あ、この滑舌練習をきちんとやっているから大丈夫だろうっていう自信につながって、その案件が思ったよりもうまくいったりします。そういうことがあるので、やはりこの蓄積していく力、習慣づけの力っていうのは大きいなっていうふうに思います。実は私習慣づけ苦手なんですよ、どちらかというと。どちらかと言わなくてもそうなんですが、でもこの滑舌だけはやっておくと、やはりやっただけのことはある、ちょっと口が疲れるんですね。で、今コロナ禍で皆さんマスクされてますから、私もそうなんですけれども、あと話す機会っていうのが減ってますよね、以前と比べると。そうすると口周り、頬とか顔の筋肉、それから口の中ですと舌、それから声帯ですね、声帯もこう筋肉なんですけれども、ここが衰えるんですね。知らない間に衰えているはずです。ここをいきなり使うと痛めるんですよ。ウォーミングアップなしで走り込むみたいな感じ、怪我をしますよね、そういう運動の仕方をすると。それと全く同じで、やはり顔筋とか喋る時に関係してくる筋肉っていうのが衰えているはずです。なのでこれを徐々に
こうリハビリを兼ねて使えるようにしていくためにこのウイロウリのセミナーで正しいやり方というのをきちんと理解をしてそれをすぐに実践に移していってほしいんですね。これは英語の発音を改善したいという方にもおすすめです。なぜかっていうと私両方やるもんですから英語と日本語と両方のその滑舌の練習をするんですけれども日本語の方が負荷が少ないんですよね。どういうことかというと英語の方だと英語の単語とかを目で追うじゃないですか。で日本語の方もそうなんですけれども日本語は母語なのでそんなに神経をこう使わなくてもいいんですよ。音の方によりエネルギーを使うことができるんですね。音の方によりこう集中することができるんですけれども英語の方だとだいぶその 100% だとすると合計が 100% のうちの例えば、まあ、ちょっと適当ですけれども4割とか5割とか仮にその英語の文字の方とかそれぞれの音の方に注意がいくわけですね。ですが母語になると日本語ですね日本語の方はそのパーセンテージを減らすことができる。つまりより音の方にフォーカスすることができるんですよ。そうすると結構顔筋というか口周りの筋肉は使うところが使い方が日本語と英語だと違いがあるんですけれども使うところというのがものすごく違うわけじゃないんですね。日本語で使わないようなところを英語では使うとか使い方コーディネーションが違うっていうのはあります。ですがそれよりも何よりもまずそもそも の顔筋とかがついてないよとかあまり普段使ってませんよという方はもう日本語とか英語っていうその言葉の別っていうのはあんまり関係がない部分があるんですね。レベル的に。なので最初はとにかくその意識的に口周りの筋肉をしっかりと使っていくという習慣づけをするには母語の滑舌練習つまりこのウイロウリを使った滑舌練習っていうのが実はいいんじゃないか。いや実はというか私にとってはこれは分かりきった話でして両方やるもんですからまず私はウイロウリから始めるんですね。で、まあ、ウイロウリの前に実はもうちょっとその顔筋のウォーミングアップがあるんですけれどもそれをやってからウイロウリをしてその後に英語の滑舌練習に入るんですけれどもその順番でやるとすごく日本語の舌とかねその筋肉のコーディネーションっていうのにも慣らしながら次に英語の方のこう筋肉のコーディネーションに入っていくので両方で結構ね疲れるんですけれどもその日一日すごく口の滑りが良くなるのでいいと思います。詰まるところっていうのがあるはずなんですよ。そうするとその日のコンディションっていうのも分かります。普段であればつまらないようなところで詰まってしまったり噛んでしまったりするんですね。そうするとあ、今日は今ここのところが言えないなっていうようなこと、それをちょっと意識しておくだけでそこを何度かやるとかそうするとその日のコントロールっていうのも喋りのコントロールですねしやすくなりますね。なのでそういった意味でもすごくいいんではないかなというふうに思います。なのでまずちょっとそんな口をですね頬であるとか舌であるとか意識的にこう使ったことないわっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うのでちょっとまずそういう意識的に喋るときに使う筋肉喋り筋って言いましょうか喋り筋を使えるようにしていきたい。そこから入って英語の滑舌と言いますか英語の発音の方を向上させていきたいなっていう方ぜひこちらのセミナーの方にご参加ください。詳細は
ページがございますので、そのページにつながるリンクを概要欄の方に載せておきますので、ぜひ、ご興味のあられる方は、はい、クリックしてみてください。今日のお話を聞いてちょっとピンときた方、ぜひクリックしてみてください。この後ですね、その特別講師にお招きしております桑原のぞみさんと私の方でお話を少しずつ、一度にたくさんやるともう盛りだくさんすぎて結構こう難しいというか、になると思うので、少しずつこうお話をご紹介していきたいなというふうに思っていますので、ここ数日の間また新しいエピソードをアップしていきますので、楽しみにしていただければと思います。そのような形ですね。はい、貴重なお時間をいただきまして、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた数日の間にお会いしましょう。 Thank you very much for tuning in and see you next time.